駐車場がものすごい広いですね。300何十台、だいたい300台駐車できるという駐車場がめちゃくちゃ広いです。こんにちは、ザキツカです。今日は山梨県にある RV パーク南清里に来てます。引っ張る系の後ろの部分だけありますね。充電なんだ。あ、これ使えるんだね。さすが RV パークですわ。電気が引けるんですね、これ。すごい広いね、これ。今入り口でしょ？で、あのケーブルカーで登って上まで行けるんですよね。あのケーブルカーじゃないな、なんだろう、ビーンつって上登っていけるんですよね。山のてっぺんで花の森公園っていうのがあって、ケーブルカーか、ケーブルカーでいいんだな。石ピザとか農場体験展望台とかがねありますね。でレストランがあって、ドッグランがあって、そこの池で魚が釣れる魚店で、ワクワク BBQ、 バーベキューできる場所がありますね。あとラズベリーファーム。もう釣りはできないみたいですね。鯉がすごい泳いでるな。この辺がバーベキュー場みたいですね。水車回ってます。バーベキュー場ですね。水が出ますね。これかまど、かまどですね。これなんか意外と浅いなんかもっと深いのかなと思ったら結構浅いね。ブロック1個分しかないんだ。まあ、ちょうどいいけどな。まあ、椅子とテーブルがありますね。なるほど。ここが直売所、ソフトクリーム。これがお土産屋さん。そしてスタンプだね。あったあった。クックッテレーン。お土産屋さんって感じだね。こんにゃく、イナゴ、イナゴ売ってるんだね。なんだこれ、一袋500円。宝石拾い、出口、はい、数字、パン、ジャム、キャベツ、ネギでか、140円。あ、安い。人気メニューは冷やしおろしうどん、大根おろしうどんだね。それが人気メニューなんですね。水飲み場がありますね。これが水です。リフトの上り口ですね。そしてレストラン。あ、レストラン閉まってた。4時半までか。もうリフトも終わりか。4時半までか。もうしょうがないな。来るの遅かったな。 RV パークっていうのはだから1泊1000円で泊まれて、で1日500円で100ボルトの電源を使い放題みたいな、そういう場所なんですね、ここ。100ボルトの電源使い放題ですよ。電子レンジとか、まあ、車にクーラー積んでる人だったらクーラーとかも使い放題で泊まれるんですね。まあ、1泊1500円って感じですね。なるほど。1泊1500円、安くない？安いよね。電気使い放題500円、
そういう場所なんですね。 RV パークってそういう場所でした。電源が使えるのってなんかすごいいいですよね。で、1週間ぐらい余裕で泊まれるらしい。そうなんだ、なるほどね。